次に第3回定例会を終えての所感を述べさせていただきます。今定例会に提出をいたしました予算案並びに条例案につきましては、議会において慎重にご審議をいただきました結果、原案通りすべて可決をいただきました。これによりまして震災からの復旧復興、特に仮設住宅等にお住まいの皆様の生活再建に一層弾みがつくものと考えております。また学校をはじめ私有施設のブロック塀対策予算についてもいち早くご承認をいただきましたことで、今後安心安全なまちづくりをさらに加速させてまいりたいと考えております。一般質問では今議会の開会日に次期市長選挙への出馬表明を正式にさせていただいたこともございまして、1期目の市政運営の自己評価や2期目に取り組む重点施策、政治姿勢などについてご質問をいただきました。また本市のこの市庁舎について会期中に開催をされました公共施設マネジメント調査特別委員会で改修が困難であるとの有識者からの意見をご報告をいたしまして、今後は建て替えの方向でより掘り下げた検討を進める旨ご説明を差し上げたところでございます。引き続き議会をはじめさまざまな方々のご意見を幅広く伺いまして、十分にご議論いただきながら丁寧かつスピーディーに検討をしてまいりたいと考えております。また喫緊の課題であります客引き行為等の防止に関する取り組みにつきましては検討している条例案の詳細をご説明をさせていただきました。今後次回定例会での条例制定を目指しまして、さらに検討を進めてまいりたいと考えております。この他にも震災からの復旧復興関連をはじめ AI の活用やテレワーク導入など働き方改革に関するもの、あるいは空き家対策、自転車のマナーなど地域の抱える課題と幅広いご質問をいただいたところです。市長選の告示まで約1ヶ月となりますが、議論を通じていただきましたご意見、要望については真摯に受け止め、現職の市長として市政を一歩でも前へ進めるべく、これまで以上に全力を傾注してまいりたいとこのように考えております。本定例会を終えての所感は以上です。